くて生きてられんだろ、今の。テレビゲームで遊ぶ。テレビゲームなんかねえじゃん。交流する。やる気が低かった。もう見えんかったわ。これ何？選択で拡張するって書いて。拡張って何？でも。ああ、出てくる。あ、何これ。はい。方向の限界。トイレに連れて行ってあげてください。今すぐに、マジで膀胱の限界になるまで2時間。え、お前、自分で自覚できないの？え、やばない？自覚なし？トイレ行けよ、勝手に。あー、トイレ壊れてる。何それ、ウォシュレット？いやー、いらねえウォシュレットついてんなー。これはいらないなー。何もありません。やめろ、泣くから。泣いちゃうから、そんなこと言われたら。電話で何できんの？エンタメフォーム、エンタメ、エンタメフォーム、出かける、カメラ、ビジネス、社交、パーティー計画する。いや、友達いないんで、すいません。友達作るためにパーティーって言われるかもしれないけど、誰誘うんだ。忘れられるわけないでしょ。なにこれ、休暇を取る犯罪者ってどういうこと？俺犯罪者なの？いつの間に犯罪者になってんの？電気が止められました。電気代を払ってください。え？なんで払ってないの？え、意味わかんねえ。え、なんで？え、なんでなんで？え、どういうこと？え、全然意味わかんないんだけど。電気止められたって。え、電気なんてどうやって払うの？請求書来てたって電気代のこと？え、ちょっと待って。え、わ、全然わかんない。意味わかんない。何なの？平然とやってんねん。電気止められてんのに冷蔵庫ついてるじゃねえか、お前。コンピューター名人だって。何これ。で、やるのもパソコンがないよって話だよ。どんだけ切ってんだよ、指なくなるぞ。利用可能な休暇日数4日。昇進条件。なんだこれ。いたずらスキルでレベル3に達する。もうレベル2なんだけど。何した俺、レベル。レベルじゃねえ、いたずら。レベル4になりました。スパゲッティとイチゴケーキ作れるようになった。こんなんばっかやんけ。え、俺、悪党なんだけど。それで収入得てんの？うっそ。マジ？悪党か。ああ、なんで悪党になったんだろう。もう何やってんの？暴食の逸話。意味わかんない。なんかの本なんだろう。自信家で、悪、善人って書いてる。え、悪人の善人？お、大丈夫かよ、お前。二重人格か？ビル付き、将来性を感じない仕事来た。密告者。さーっと、最新のメニューを受け取ることに失敗しました。警察がすでにドックで待ち構えていたのです。一名に密告者がいるに違いありません。誰が密告したのか、仲間全員を尋問しますか、それとも解散して新しい一名を立ち上げますか。尋問だ。休みなく尋問した後、この時間には
警官が毎年恒例のピクニックを後場で行っていることを突然思い出しました。組織はもう信用してくれないでしょう。完全に孤立した。孤立しました。私悪党で、かつ仲間もなく友達もいないという、ただあの幸せ、普通の幸せを望んでいたのに、悪党から始まり何もなくなってしまった。映画なら設定として十分なんだろうけど、人生としてはこのこれほど悲しいことはない。マジマジ仕事しようぜ。ちゃんとしたカレンダー。あれ、お前誕生日なの？悪党だって。悪党、とりあえず悪党やめない？ビジネスしない？仕事やめようよ。まず犯罪者、フルーク、チェスネクランクス、ロナーガ。あー、やめます。すいません、やめた。妹さ、電気が止めるとか、電気どうすりゃいいの？わかった。一旦解除したい。どれだっけな。どうやんだっけなぁ。どうやんだっけなぁ。どうやんだっけなぁ。全然操作わかんない。お前さぁ。ほら、ポストにさ、なんか入ってんじゃない？ポストチェックしようよ。郵便物請求書確認しよう。税金と公共料金。おいおいおい、ちょっと待って。自動売却電気。どういうこと？備蓄って何？一日あたりゼロ。ん？自動売却？何言ってんだ。支払いじゃないの？未払いの請求額、そこあるの。払ったよ。これでいい？あ、請求書払うか。給料払う？これで。あ、払った。オッケー。そこは支払おうよ。めんどくせえな。自分でやってくんねえかな。何これ、労働省に登録するのって。どういうこと？仕事が来るかもしれない。加工なパーティーのソーシャルメディアの更新チェック。なんか来た。キャリアを登録。職業は何ですか？え？職業は何ですか？はい、声優です。仕事内容を書き込んでください。仕事内容を入力してください。書くのめんどくさいな。声の仕事。ナレーション、
朗読、アテレ、アフレコ、アフレコ。なあ、いろいろ。で、それ全部書くのめんどくさいな。仕事の内容を。魂を吹き込む。ちょ、すごい、すごい内容。この内容だけ見たら、何してるんですかみたいな。刀鍛冶にも言えそう。刀に魂を込める。あいつ家で何してんじゃん。スピードアップじゃ、スピードアップ。また悲しんでますけど。操作の仕方がわかんねえや。いずれ。棒立ちしてる。あれ